本日ギター教室でレッスンしておりまして、コード弾きの練習を生徒さんと一緒にやったんですけれども、その中でですね、私ができて生徒さんができなかったことっていうのが一つありまして、これがですね、コード弾きにおいて非常に重要なことになりますので、今回はそのことについて解説してみたいと思います。で、実際にですね、今回紹介することをご自分で一度試してみてください。で、これができる方とできない方っていうのはかなりですね、大きな差があると思っていただいていいと思いますので、できなかった方はですね、今回紹介することを今後少しずつ意識していくと、より安定した、コード伴奏ができるようになると思いますので、ぜひお試しください。で、今回練習したのがですね、4つのコードを使ったコード進行なんですけれども、まず C メジャーで E マイナーで F メジャーで G メジャーというコード進行になります。で、これでですね、どういったリズムで弾いたかというと、今出ていますが、8分音符4つ並んでいまして、で、最初だけですね、普通にストロークして音を出します。で、その後の3つっていうのは全てブラッシング音、左手で弦を全てミュートしてですね、こんな感じで3回、ブラッシング音だけを3回鳴らすと。ですから C だけでやってみるとこんな感じですね。1234。で、これ2拍ずつコードチェンジしていきますので、こんな感じになります。こういうような感じですね。で、これをですね、今ぐらいゆっくり、やるときっていうのはいいんですけれども、ある程度テンポを上げてですね、このコード進行というのを今のリズムで弾いて、いく練習をしていたんですけれども、で、ある速度よりも速くなると生徒さんの場合ですね、このコードのチェンジが間に合わなくなってしまって、4つストロークするうちの最後のブラッシング音ですね、アップで弾くブラッシング音、これをですね、もう犠牲にしてですね、左手の方をこう離して、一度離して、開放弦をパンとアップで弾く間に次のコードの、左手フォームを作ると。で、コードチェンジが終わってから最初の1打を弾くっていうような弾き方ですか。こんな感じですね。こういうような演奏になってしまうんですね。で、私の場合はこんな感じで弾くことができます。もう少し速度上げてみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。今みたいな感じでですね、実は右手は何もしてないんですね。で、実際に弾くときはですね、実践では右手でミュートしたりもするんですけれども、今弾いた演奏っていうのは全てですね、ブラッシング音出すとき左手で止めてたんですね。ですから非常にですね、この左手でのミュートっていうのが重要になってくる弾き方だったんですけれども、どうしてもですね、生徒さんの場合はまだまだ、コードチェンジするスピードが遅いので、今鳴らしている、押さえているコードから次に行くときですね、一度こう弦から指を離して、で、次のコードを押さえに行くというような動作になると思うんですが、今私がやった演奏はですね、どこが違うかというと、実はですね、弾き始めてから弾き終わるまでずっとですね、で、この左手の指ですね、どれかの指が常に弦に触れた状態っていうのを保ったままでコードチェンジをしていっているんですね。ですからゆっくりやっていきますので、ちょっと見ていただきたいんですが、まず C からE マイナーに行くときですね。で、最初に音を弾いて、その後3つブラッシングですので、何かこう止める動作をしますよね。小指とか薬指を使ってこういきますが、これですね、ブラッシングしている間ずっと同じ形のままで止めてると、もう次 E マイナー間に合いませんよね。ですからこのままでやると2、3、4って言って、次のダウンの時にもう E マイナー行かないといけないので、これでは間に合いません。で、どうしてるかというと、この、ブラッシング3回の間ですね、弦を、どれかの指をですね、弦に触れさせながら E マイナーの形にも指を大体持っていってるんですね。ですから薬指なんかはもう4弦の2フレットあたりにこうスーッとですね、
すらした感じですかね、弦の上こう指をすらせるような感じで触れたままでですね、次の E マイナーホームにこうスッと近づけていくという感じです。だからゆっくりやるとこういう感じですね。こういってで E マイナーに近づけていって、最初の音の時にはもうあとは押さえただけで E マイナーのフォームになっているという風に持っていってるんですね。そうするとずっと最後のこのブラッシングのアップのブラッシングの音もしっかり弾いた上で次の E マイナーに間に合うということになります。ですから E マイナーから F 行く時も一緒です。見といてくださいね、左手。もうこれは2回目のブラッシングの時にもう人差し指を1フレットガバッと持っていきますね。で後の指はなんとなくですね、人差し指がもう全てに弦に触れていれば、あとはもう自由に動かせますので、最後のブラッシングが終わった時にはもう F ができているんですね。でこのままあとは押さえるだけで F が鳴ります。 F から G も一緒ですね。私の場合は薬指中指なんかをちょっと伸ばしてですね、で G のフォームに持っていきますが、やはりどれかの指はですね弦に触れてミュートしておかないといけない。ですから F から G に行く時なんかは薬指をこう伸ばしてですね、薬指はもう6弦の3フレットピュッと指先を伸ばしておいて、後の部分はもう5弦から下を当ててミュートしているような感じで、その間に小指をスッと下に下げている感じですね。で小指は特にですねギュッと押さえて音を出してしまいやすいので、F から G 行くときは小指はちょっと注意が必要ですね。こんな感じです。で次はもう押さえただけで G が鳴る。ですから F から G の、チェンジのとこだけやるとこういう感じですね。1,2,3 最後のブラッシングの時にはもう小指も下に行ってますし、中指は5弦に行ってますし、薬指の先は6弦を捉えていると。であとは最初の頭のダウンの時は指を押さえるだけですね。そういった、弾き方をしているんですね。で実際に左手だけで見ようとするっていうことは実践ではあまりないんですけれども、左手だけでもこれぐらいミュートができるようになるとですね、でもちろんコードで伴奏するときもそうなんですけれども、カッティングをやりたいとき、特に単音カッティングのときなんかこういう感じの、こういう感じのフレーズを弾きたいときなんかはですね、やはり弾きたい音を出す弦、出したい弦以外の音っていうのはもう常にミュートしておかないといけませんので、こういった、フレーズを弾くときにもですね、常にどれかの指を、弦に当ててですね、で、余計な音が鳴らないようにミュートすると。こういったテクニックが必要なんですね。ですから、まずは、こういった今やったようなですね、オープンコード、含まれているようなコード進行で、どれぐらい左手、最初は十分気をつけてですね、ゆっくりやっていただければいいんですけれども、まずゆっくりやればできるのかということですね。ゆっくりやっても最初ですね、できない方非常に多いと思います。だからそういった方はですね、どこにこう力が入って押さえてしまっているんだろうとか、あとは弦からこう指が離れてどういうフォームで離れているんだろうかっていうことをですね、最初は一つ一つコードチェンジするごとにチェックしていくといいと思います。で、これはですね、もう何曲も何曲もですね、そうやってミュートを意識しながらコード伴奏っていうのを練習していくと、徐々に身についていくものですので、もちろん、押さえる使うコードによっても、ミュートの仕方っていうのはその都度変わってきますので、ですから新しく覚えたコードを弾きたい時なんかは、どうやってミュートすればいいかっていうことをその都度考える必要はあるんですけれども、常にですね、意識すればしっかり、止めることができるっていうふうになっていればですね、いろいろこう、リズムを変えた時でもですね、しっかりとしたコードワークっていうのができるようになると思いますので、ぜひですね、こういったミュート、実際押さえる場所を覚えてしっかり音が出せるっていうことが前提なんですけれども、その次の段階としてですね、余計な音を出さないっていうようなこのミュートのテクニックっていうのをどんどん身につけていってみてください。で現在解説しておりますコートミュージックプレミアムチャンネルの方ではですね、こういった今回解説したようなギター上達において非常に重要な
ことでもたくさん解説しておりますので、そのあたりご興味がおありの方はですね、ぜひホームページをチェックしてみてください。ホームページの URL はこの動画の下の動画概要欄に貼り付けております。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。